皆さん、こんにちは。今日は小柳ルミ子さんのことについて紹介します。まずは小柳ルミ子さんの経歴とプロフィールから紹介します。小柳ルミ子は朝の連続テレビ小説虹で女優デビューして以降、女優としても活躍しています。1982年公開の映画誘拐報道では、第6回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞。翌年の1983年公開の主演映画白蛇賞では、第7回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞しています。小柳さんは幼少期、勉強が得意だったようです。お嬢様中学、筑紫女学園中学校に進学し、勉強と歌手になるためのハードな習い事を両立させていました。中学校卒業後は宝塚音楽学校に進学して、歌やダンスの稽古に励むさらにハードな日々を送り始めました。歌手になりたかった小柳さんは在学中、先輩のあずさみちよさんから芸能事務所、渡辺プロダクションを紹介されます。事務所に所属する条件は、宝塚音楽学校を首席で卒業することでした。小柳さんは見事に音楽学校を首席で卒業し、歌手デビューへの切符をつかみます。初舞台だけは踏んでおくように、とアドバイスされ、夏川るみ、名義で宝塚歌劇団に入団。その後は入団からわずか2ヶ月で退団しました。退団と同年の1970年、事務所の意向で NHK 連続テレビ小説の虹に出演し女優デビュー。翌年にワーナーブラザースパイオニアから初の邦楽部門の歌手として念願のデビューを果たしました。その小柳ルミ子さんがあまりにも激痩せになってしまったので、ファンも心配してます。数年前のペットロスでは辛い心の心境を吐露し、激痩せしましたね。私もそうでしたが、ペットを亡くして体重が減ってかなり激痩せする人は多いのです。その時にかなり体重が落ちてしまったと思います。でも、今回の激痩せ騒動はペットロスから数年経ち、別のところに理由がありました。痛みで食欲が失せてしまったという理由が、インプラントは、入れ歯は嫌な場合根っこの骨がしっかりしていれば、インプラントでまるで自分の歯のように見えるのです。でも、デメリットもあります。今回の小柳ルミ子さんのように、インプラントをしても欠けてしまう。折れてしまう。その結果歯茎が傷んで化膿してしまうこともあります。痛みはあったけど、我慢してコンサートをこなしていました。やはり歯茎が腫れてしまうと、ほっぺたまで腫れて見えることがありますよね。腫れて、顔が変形。それだけは勘弁と思っていたそうですよ。小柳ルミ子さんも歯の不調があったんですね。でもさすがにプロです。歯の不調は誰にもわからないようにしていたようです。小柳ルミ子さんが激痩せをしたと言われてますが、身長と体重のバランスがどうかが気になります。身長160センチ、体重42キロ、やはり細いですね。激痩せの方に入りますね。このくらいの年齢になると、太る人と痩せる人がいます。女性で身長が160センチなら50キロくらいあると、痩せては見えないかもしれません。42キロが本当なら、ちょっと体力的にもきついかも。小柳ルミ子さんの現在はテレビに出て、なくてもブログも更新して元気。小柳ルミ子さんの激痩せ騒動で、癌になったのかどこか病気なのかと噂されてますが、大丈夫。アメブロも更新して元気です。また、ヒット曲が数ある歌手は時々コンサートをしています。松田聖子さんにしても、全くテレビに出てないですが、コンサートは定期的にやってます。熱烈まとなファンがついていると、コンサートで十分魅力を披露できます。60代になってもいつまでも素敵な小柳ルミ子さん。デビューから50年経っているのに、今も小柳ルミ子さんの現在はどうしたのかと検索されているというのはすごいことです。大隅健也と小柳ルミ子が会ったのは、小柳ルミ子のディナーショーの仕事の時、1987年11月の終わりに、リハーサルがあって初めて会い、クリスマスイブから交際、同棲を開始。年末の NHK 紅白歌合戦でプロポーズをし、1989年1月6日に結婚と超ハイスピード、23歳の大隅健也と
13歳年上の36歳だった小柳ルミ子の電撃結婚は、格差婚とも言われて話題になりました。しかし2000年に大隅健也と小柳ルミ子の間に離婚騒動が報じられます。離婚理由は大隅健也の浮気、小柳ルミ子は激怒し、離婚を受け入れるには、以下のような条件のどちらかを飲むようにと迫ったと言われています。慰謝料をして1億円を支払う、以前のような無名のバックダンサーに戻る、そして大隅健也は1億円を支払うことに、結局最後まで支払ったようです。また離婚理由については様々な理由があるものの、大隅健也は小柳ルミ子のおかげで、いろんな仕事をしていく中で、自分がやるんだという意識になってしまったよう、また、月収 300-400万を稼いでいるのに、小柳ルミ子は、あなたの稼ぎだけでやっていけない、と言われたため、それが原因で、子宝に恵まれなかったことも挙げています。ちなみに、小柳ルミ子は2016年10月には、離婚理由は大隅健也の浮気だとしており、慰謝料1億円との話については、それは墓場まで持っていきたい、と、肯定も否定もしていません。大隅健也は、おかちえと2010年2月に、ミュージカル、カーテンスで、共演して親しくなり、2010年春から交際に発展し、2011年から半同居生活に、2013年1月23日には結婚をしています。離婚した元嫁は小柳ルミ子であり、自分も高額な慰謝料を返済し終える、返済能力のある大隅健也。そんな大隅健也は金遣いが派手であったために、再婚した嫁のおかちえによって現在は、金銭感覚を強制されています。もともと大隅健也は夜ごとに飲み歩き、高級会社で移動をし、月に数百万を使うこともざら。しかしおかちえは再婚後の生活に危機感を覚え、とりあえず庶民感覚を分かってもらおうと思いお小遣い制に、その結果なんとお小遣いは1日500円。移動手段は高級会社から自転車や電車、飲み物も100円の自販機を探して買い、突発的な飲み会は参加しないようになり、女性好きから野菜好きになって、ホームセンターで野菜の種を買うほどに変貌。2016年10月に放送されたテレビ番組、7時に会いましょうに、小柳ルミ子さんが出演された時のことです。そこで離婚時のことに触れられ、大隅健也さんに要求した慰謝料は、本当に1億円だったのかという質問が投げかけられたのです。その質問に対して小柳ルミ子さんは、本当にごめんなさい。これは私、墓場まで持っていきたいんです。と言及したにとどまりました。結局時の真相は分からずに番組は終わってしまったので、何か釈然としませんね。ここは当時を振り返ってみると。慰謝料に対するヒントが見つかるかもしれません。7月半ば、4ヶ月ぶりに入ったラジオの仕事で、小柳さんは引退の言葉を口にする。ブログやインスタグラムもやっていますが、ラジオで自分の声で引退を考えていると話しました。ファンの方に向けて、ずるずると自分の心に嘘をつきたくなかった。ところが、その告白から2日後、決意が大転換する奇跡が、小柳さんのブログにファンから、サザンオールスターズの桑田佳祐さんが、週刊文春の連載コラムで、小柳さんのことを、最強の歌姫と言っている、というコメントが寄せられたのだ。すぐにコンビニに雑誌を買いに走りました。記事を読んで、その内容に涙と震えが止まらなくなって、家のソファで雑誌を握りしめて号泣しました。桑田は絶賛。その上で、彼女を最強たらしめる。同じ条件を備えたエンターテイナーは、世界を見渡しても、あのマドンナか、レディーガガしかいないと評していた、この思いがけない贈り物を、小柳さんは何度も読み返したという、日本の宝である唯一無二のアーティストが、小柳ルミ子をこれほど分析してくださって、50年間やってきたこと、私自身のキャラクターや存在をこんなに誇らしく思ったことはありません。今も思い出すと涙が溢れる、と、その言葉通り、温かい涙を流しながら語る小柳さん。コロナ禍で失っていた自信を取り戻す光でした。もしこの記事が出るのが1週間遅れていたら、
私は今ここに入りません。そして引退発言を撤回。桑田さんは本当に小柳ルミ子の命の恩人です。歌手小柳ルミ子が26日、ブログを更新、71歳の誕生日まであと5日と明かし、71歳に見えない、奇跡の71歳、と驚きの反響が寄せられている、7月2日まで5日71歳か、腰も足も肩も首も脳内も目も喉もどこも悪くない、と明かし、今、痛感する、日々の鍛錬がどれほど大切か、この年になると、やり続けた人とやらないできた人の差が明確に出る、とし、私はこれからも年齢に逆らって頑張るぞ、と綴った、読者からは、外見がお若いというだけでなく、内面も体調もトータルでとにかくお若いルミちゃん、まさに奇跡の71歳です。とても、もうすぐ71歳には見えませんね、ルミ子さん、なんてお肌が綺麗なんでしょう。もうすぐ71歳には全く見えません。日々の積み重ねが大切なのですね。などの声が寄せられている。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。